本日も少し告知をさせていただきます。今月11月の26日、これは、東京の国立劇場小劇場におきまして、初代国立劇場さよなら公演という名のもと、いつもの毎年の京阪の座敷舞舞の会が、開催されます。上方舞四流、久々に、11年ぶりかな、家元全員、四流の家元が揃う会になってございます。山村流からは、私と妹の光と、長男和歌が出させていただくことになっております。まず11時開演の、方には、山村和歌が早船という曲で出させていただきます。この早船、地唄にしては珍しくて、ほぼほぼ早口言葉のような文章が流れていきます。そしてものすごく速いバチの動きでさばいていくような曲になってて、歌詞自体にはそんなに意味がないというか、一曲こうつながった意味がなくてですね、言葉遊びみたいなところもあったりなんかしましてですね、全体像と通しては本当に何も意味がないらしいんです。それでも一つ一つの、歌詞や、そのワードに対してうちの祖母が、振りをつけまして、その後、うちの母親が舞いまして、それを受けて私が、それこそ双葉会で初演をさせていただき、和歌を襲名した時の襲名披露でもさせていただきまして、あと国立、文楽劇場の東西名流、それから、この同じように舞の会、それとあと NHK ホールで行いました、伝統芸能鑑賞会かな、でも少し回せていただいたりなんかして、結構自分としては好きな作品なんですけれども、実はうちの祖母が3回ぐらい、母親が1回かな、その映像とかも残ってるんですけれども、全部振りが違います。はい、その時の、演奏家の、速さとかに合わせて、乗っかかりながら振りを、少しずつ変わっていってるみたいでですね、100% こういう振りやというものがなくてですね、私も習った時は、祖母に習ったんですけれども、その振りで行くんやみたいな感じでした。そこはこうしないとダメとかっていう、決まりがないような曲でございまして、今回も今息子と稽古してるんですけれども、一応うちの家にある映像を全て彼は見てまして、そこから今振りのチョイスをしてます。それで、その時の、曲の、速さ、そのテンポ感とかっていうのに対する振りの選び方は、今だから毎回いろんな音でも稽古しながらやってますので、多分下皿へ舞台稽古、そして本番と、なんかいろんなことが違うかも分かりませんので、本当にそういう部分でも楽しい曲になっておりますので、ぜひともご覧いただければなと思っております。そして、3時半からの第2部なんですけれども、これは私がなにわ十二月を回せていただきます。このなにわ十二月は、YouTube の方でも3回かに分けて、いろいろな出てくる場所を巡った、映像が残っておりますので、よければそれをご覧いただければなと思っております。本当に大阪の12ヶ月の、いろいろな行事や、風情を歌い込んだものでございますので、こうやって、ね、大阪で生まれて今も大阪で育てていただいている私にとりましてはすごく、大好きな曲ですし、これからも大切にしたいなと思っている曲でございますので、何卒よろしくお願いいたします。そして、光が、正月を回せてもらいます。これは正月って書くんです。正月って書いて、曲名は正月と読みます。皆様結構間違われている方がおられますが、これは正月と読みます。で、これはもう字の通りです。お正月のことを歌った曲で、うちの流儀的には眉玉、わかります？お正月のを、
手持ちで持って舞う形と、あとあの東海エビスの吉兆笹を、かたけて、舞う形、2種類あったんですけれども、今回はあの吉兆笹で、やらせていただきます。っていうのがあのその後にですね、これ正月からあの、まあ、エベスさんの頃までの、大阪のこの、正月の風景というかそういうものを、歌い込んだ曲ですので、それで、笹を持って回せていただければなと思って、今回はそういうふうにしました。あのうちの流儀としては、まあ、いわゆる女中さんですよね、前掛けをした女中さんが、笹を持って舞う形で、これあの前の回でうちの祖母が唯一衣装をつけて待った曲なんです。あのほぼほぼ大阪でもあの衣装をつけて舞うことは少なかった祖母なんですけれども、なぜかこの曲だけは、東京のこの舞の会であの衣装をつけて舞っておりますので、せっかくのこの、 あの、まあ、今回建て替えになる国立劇場の最後ということですので、そういう意味も込めまして、うちの妹にこの正月を回すことになっております。このようにあの他にもあの吉村流、井上流、梅本流と後三流の方々も皆様、いろいろな、思いのうちに、曲を回れるみたいでございますので、もう本当にチケットはなんか、の少なくなっているそうでございますが、まだあのもし、興味がある方は言っていただきましたらご用意できると思いますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは本日はご視聴ありがとうございました。